それでは勝ちました原監督です。最後はしびれる場面でしたが、そこをしのいで結果5対0からの逆転勝利です。まあ、最後もしびれたようなゲームでね、はい、今日は非常に、厳しい、戦いだったと思いますね、はい、その中で中田翔の満塁ホームラン大きかったですね。いやもうね、起死回生でしょうね。目の前で申告敬遠があって、いろいろな思いを持って打席に入って、昨日に続いてのホームラン、どうでしょう、本来の中田翔に戻りつつあると見ていいでしょうか。まあ、僕は本来のというのがよくわからないんでね、日々挑戦しながら、結果もね、少しずつ出てきているという点においてはね、非常に良かったなと思いますね。打撃の面ではポランコ9打数連続ヒット、引っ張ってよし流してよしというバッティングでした。いやいや非常に存在感あるし、このままずっとっていうわけには、ね、いかないでしょうけれども、一つのなんていうかステップアップの、ね、材料にしてもらいたいなと思いますね。一つ先発のシューメーカー2試合連続で好ゲームを作れていないという状況ですが、そのあたりはどうでしょうか。やっぱり不安な状態で、ね、立ち上がり、セカンド、ヒットではあるけれどもね、あれをヒットにしているようではやっぱり、ピッチャーに申し訳ないなという感じですね。それを、差し引いても、本人、もう一つ二つ工夫は必要ではあるというふうには思います。監督、これで3連勝、こういう勝利、逆転勝利というのはチームに勢いをもたらすと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、でもそうそうはね、簡単には いかないでしょうし、今日のようなゲームというのはね、そうそうあるもんではないんで、そういう意味では、なんとかこの勝ち運というものをね、勝ったということをね、明日からまたつなげていきたいと思います。原監督でした。ありがとうございました。